さあ皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんです。だーゾーマが来た。早速ゾーマをやっていこう。ゴーちゃんワンワン言ってるけどレッツゴー。ゾーマ初めてですよ。通信中投げ、通信中が投げ、なんだこれ。え、あ、なるほどね。おーすごいすごいすごい、みんなゾーマ。おー、ここの地域だとこれが一発目のゾーマだからみんなバッと入るよね。うん、これでやっぱ都内だけなのかな。結構どうなんでしょう、地方の方とかのゾーマの状況ってどんな感じなのか、もしよかったらコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。状況気になるからね、ドラゴンクエストウォークの今。うん、家から参加できるようになったから、ゴンちゃんワンワンしないの、できるようになったから比較的参加者も増えてると思うんですけど、果たしてどうなんでしょう。そして強そうな人がいる、強そうな人がいる。ギコちゃん勝てるのかな。フルオートバトルでやりたいとこなんだけども、ゴンちゃんすごいね、ワンワンして。まあガシャンできた。いや、フルオートでいこう、フルオートでいく。どんな塩梅なんだろうね。うん、早速すぐにフルオートで、そして1回目で S 出してる方も多いんですけど、ギコちゃん多分 D だと思う。うん、お、曲かっこいいんだよな。もうかっこいい。そして目玉が動いてんだよね、ここのね。かっこいい、もうかっこいいに尽きる。フルオートベロじゃーなー、強くない、強くないですかこの人。ガチャン、8人いるから捨て身を捨てるとあっちゅう間に終わっちゃうと思うんですよね。だからとりあえずガシャンガシャンしていこう。で1回目の攻撃が来ない。うん、オッケーオッケーオッケー、強えな、みんなみんな強えな、おい、スーパー勇者ばっかりじゃねえか、おめえ。どうすんのこれ、キコさんもギガソードしかしないからね。うん、ギガソード、そして切れてギガソード、ヒノキの棒、よし、結構強いね。こいつ HP いくつあんの、やばくない。死にゆくものこそ美しい。12、なんだそれ、マヒャドきた、強そう、100ぐらい食らうんだね。ああ、えっどいな、強いね、全然バラモスより強いっすよ。どうしようこれ、ここまでだと思わなかったな。これスラミチ軍団みたいなやついるじゃんとやってもきつくねえか、これ人いねえと。え、こいつ HP いくつあるの一体全体。こいつ嫌な予感するんだけど、若干嫌な予感するんだが、5万とか6万ない、こいつ HP。 ゾーマ、さすが大魔王ゾーマだね。勝った、タフネス&タフネスだよこれ、メガタフネス、要するにガシャン、そして最後にもうガシャン、切れてギガソード、これで決める。よし、強えな。さあその心は、初1個目、ギー、分かってた分かってた、 D しか出ないことギコちゃん分かってた。さあということで、まあなんとか1位を取ることはできましたが、なんかアイテム出るのかな、バラモスと違ってちょっと気になるよね。出るのかな、やっぱすげえダメージじゃん、ほら俺約4万じゃん。で2位の方が1万8000、3位の方1万6000、相当 HP あるぞゾーマ、やば。なんか落ちる、落ちないね。はい、 D 級メダル、 D 級3メダル ×3 とかにしてくれても嬉しいですよ。はい、というわけで今回ゾーマだったんですけど、ね、感動の1回目は D でした。ということで皆さんもゾーマ盛り上がって頑張っていきましょう。 S 出た人ずるいぞ。以上、ギコちゃんでした。バイバーイ。